と思ったらやっぱり、ええー、自分の中で古谷さん、ね、お願いするしかないな、としか思えなかったし。実際にこう本当に、最初の第一声を聞いたときに、あの、本当にもう、僕、えー、と、本当にアフレコの。聞いてた僕らの演出部とか、すごいもうぐっと、つまされたんですか、まあ。あの、まあ、第一声やっぱり、ちょっと、ね、あの、普通のセリフではなかったんで、あれだったんですけど。<laughs> その話、ね。いきなり入ってましたからね。本当に。<laughs> もう私、試写で見たとき笑っちゃいました、もあのシーンもうね、レントンといえばあのアニメ本編で、もすごいうなずいてる方もいらっしゃいますけど、レントンといえばゲロンチョというね、あの代名詞があるので、あれ、今回は親子でっていうところでなんかあの、すごく真面目な真面目なシーンなんですよね、真面目で半分狙い。 いやいやいや真面目です。本当 <laughs> ですか。<や><れ>レントンはあれも真面目です。いそうですね。ねまあ、あの真面目な真面目なシーンなんですよ皆さん。<laughs> なんですけど <laughs>、うん、あのなんだかこうねあそこでまあ親子を感じるっていうのもあれですけど私はなんかこう嬉しくもあり <laughs>、はい、なんかこう。 グスッとしてしまいましたねああ僕ゲロンチョのことを聞いてなかったんでアフレコの時、はい、よかったです <laughs> 聞いてたら笑っちゃってできなかった違うお芝居になったかもしれないすレントンと寄せた方がいいですかみたいななんかそういう感じになっちゃいますもんねゲロンチョがでもやっぱり本当に二人はね、はい、DNA でやっぱり繋がってるなっていうのはすごく今回の映画でもよく感じたんですよね、うんうん、あのなんか よかれと思って先走ってやるんだけど絶対失敗して後悔するっていう <laughs> <ー>こういうパターンなんですよね、お二人とも、えー、すごくよく親子が描かれてるなと思いました、うんね、あのやっぱりお父さんもこうだったんだなって思いながら、ねねえー、私たちも見たところなんですけれども、えー、ということでちょっと、ね、裏話もいろいろ伺うことができたんですがあの、まあ、皆さん気になっているでしょう、エンドロールの最後ですよ、次回予告。 あれはどうなっちゃうんですか、監督。<え> <laughs> いやだってね、知りたいですよね。うんいや、あのー、<laughs> いやまあ、今作ってるんですけど、<え>あのー、魂をこう。えー あれが2本目の魂みたいなものになるといいなと思ってこう<ー>今考えていることをとりあえずその現状のある素材とかもので、うん、あの表現するとああいう形になるんじゃないかなと思ってああ皆さん、どの部分が気になりました <laughs> 私はねあのやっぱロロ <laughs> 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 ロボボボッッットトトがががあれロボットがこれこ サッカーみたいな、そうやね。うん。サッカー界があるのかなとかね。なんか女の子たちがなんか変変身するのかなとか。変身するアニメだったっけ？変身したことあった？けこういうキャラクターだ。おお。さあ見つけられましたあ、すごい。見つけられあ。 あ、探せなかった方もいるみたいです見つめられていたねもね。じゃあもう一回見るしかないですね。見つけられなかった方見つけられなかった方はぜひもう一回。七七箇所出てる。七箇所七箇所見つけられた人ですか。七箇所見つけられました。さすがに。ちょっとこれもう一回皆さん見に行かなければ。数えていただいと。いうところでまあちょっと気になるところもいろいろ出てきたところで。 最後にお別れのご挨拶をそれぞれいただきたいと思います。では三平さんからお願いします。はい、えー、本当に、えー、今日は来てくださってありがとうございました。えー、まだまだね、ウレカセブンの世界続きます。えー、今回あのー、すごくこうレントンのこう気持ちにフォーカスされて,ていただいて。 2、3、えー、とどうなっていくのかわかりませんけれども、これからも、えー、レントンと一緒に汗や鼻水やゲロを流していく所存でございます。<laughs> 何言ってんだろうね。<laughs> なんかめっちゃ汚い映画みたいなんですそうですね。そうですね。あの大丈夫マイク前でしかやらないんで大丈夫です。大丈夫です。 あのー、皆さんも、えー、今後のエウルカ7にもぜひ期待して、えー、そして7人の姉もねを探すまでは何度でも、えー、劇場に足を運んでいただけたらなと思います、えー。今後ともどうぞよろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。 はい、えー、今三平ちゃんがこういろいろ垂れ流して頑張るっていうのを聞いててあのシリーズやってた時によくいろんなものをマイク前で受け止めていたなっていうのを思い出しました <laughs> ので、えー、今後もですね、えー、私は精一杯レントンのことをと受け止めながら、えー、最後まで エレカセブン作っていけたらなと思っておりますぜひ、えー、ですね、えー、皆さん今後にも期待していただければと思います今日は本当にありがとうございましたありがとうございましたでは古谷さんお願いします、えー、せっかくねアドロックという、えー、とても素敵なキャラクターをやらせていただきましたのでぜひ、えー、ともですねえー このキャラクターをまたやりたいと、はい、えー、なんとか監督にですねいろいろ考えていただいてですね、えーあのー、皆さんが、えー、あと10回でも20回でも劇場に足を運んで頂い,いてですね、えー、なおかつブルーレイとかを10セットぐらい買って頂けるとですね、えー、と予算がさらに膨らみますんで。 えー、2、3でもアドロックが出てこれるかもしれないというね、はい、なんとかあのー、どのキャラクターでもいいから思い出してください。はい、でまた、えー、皆さんとお目にかかりたいと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございました。監督アドロックをっていうお話もありましたけれども、ちょっと次回のことも含めてお願いしたいなと思います。 えっとそうです今ちょうど2をえ作り始めてスタジオ全体が動くえ稼働し始めたところなんですけれどえっとまあ2に関して言うとまあ1以上にえーとエウレカ7らしいエウレカ7をやろうとえ考えてえ作っています。今回もちょっと最初の入り方とかも含めておちょっと違うなと思いながらとえ感じで、まあ え見ていたただけけと思うんですけどえまあ新しい雰囲気を醸し出しながらでも最終的にはこうみんなが思ってくれてた「エルカセブン」とのちゃんと描きたいなと思ってますしえ皆さん,なん、まあ、見終わったと思うところだから言えますけどワドロックがあれどうなったのかっていうのはあの一切実はちゃんと書いてないのでえどうなるんだろうと僕らも今作ってる脚本の佐藤大さんの死んだというわけじゃないですもんね。 わ分かんないですもんね。あれふわってなってるだけなので、ふわってなってるだけ。はいははい。再開するとかね。ふわってなってるだけなので。で <laughs> <さ>すよね。はい。それで佐藤大さんにこういろいろ聞かないといけないなと思ってるところなんです <laughs> 責任を <laughs> パス,パス,パス <laughs> あサッカーありましたもんね。サ<ス>ね。<laughs> まああの本当にその皆さんに楽しんでいただけるものを作るように、えー、とスタッフともとも頑張ってますので、えー、そうですねあの一年後ぐらいに。 再びお目にかかれるといいなと思って、一年後ということは。来年の秋。え。秋。そうですね。一年後っていうと、二千十八の秋。一年後って、長い。長い。一年後ですからね。はい。秋ですね。お待ちしてます。そうですね。まあ、秋ってもいいよ。長いし、ほら、ね。 やばいじゃないですか。<laughs> 大きな拍手でお送りください。弁当役の三平裕子さん、エールカ復の名塚香織さん、そしてアドロップ役の古谷徹さん、そして総監督は京田智樹さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。